はい、やってまいりました。やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証でございます。はい、本日もですね、動画の方を撮っていきたいと思うんですけれども、今日は1、2、3、4回ですね。お疲れ様です。本日の結果報告します。5547プラスでしたと。で、と、この前の配信で少し気になるお話をしたので説明しますと。ベッドに関しては毎回100ユーロ以下でやっています。なるほど。こちらはベッドは100ユーロ以下でやっています。今回の場合で言うと、9100円ベッドして1万671円の売上、利益は1517円ですよねと。で、一旦1万670円になったら、キャッシュで次のベッドをする感じです。なるほど。つまり一つ利益を確定して次のベッドを使うということです。合計ベッド数の金額を用意して分散ベッドしてるわけではないということです。あ、なるほど、そういうことなんですね。結論、毎回約1万円で負けないという手法で利確しているということです。なるほど。ということは、まあ、今回9100円。これは、あれですね。あ、時間見てなかったですね。なるほど。時間見てなかったな。これ17時50分ですね。17時50分で、まずこれですよね。多分、これかな？あ、でもこっち18時37分だな。まあ、とりあえず、あれですかね。1回ベットして利益確定したら、次のベットっていう感じでやってるのかな。はい。ということで、結論は約1万円で負けないような手法と。だから、投資金額は1万円でやって、それで勝ったら次っていう感じですかね。利益確定してから、利確してから次のベッドに行くと。だから同時でやるわけではなくて、まあそれは同時でやってないですよね。なるほどね。まあとりあえず今回は9100円に対して1500円、9100円に対して1820円、9100円に対して1300円、9100円に対して910円という形で、まあ今回全部9100円ですね。はい。まあこんな感じで、とりあえずまあ今回も全勝ということで、報告いただきました。今回5547円プラスと。まあそれにしても負けないですね。負けてほしいな。ちょっと負けないと多分絵的にどうなんだろうなっていう話ですよね。はい。まあとりあえず検証をずっとしていきますんで、まあ、とりあの投資って、まあこれはまあブックメーカー投資の方なんですけど、結局勝てるか勝つか負けるかじゃないですか。半か超かっていう話で、勝ってんの、負けてんのっていう話なんで、その勝てるんだったら、じゃあどれぐらい勝てるのっていうとこで、前ですね、なんかの、その投資やってる人が言ってたんですけど、まあ、最低でも1、2ヶ月ぐらいは検証しないと、それダメだよ、みたいなこと言ってたんで、まあ、最低やっぱ1ヶ月ぐらいはやっぱ検証しないとね、まあ、毎日、しかもこれ毎日ですからね。毎日検証して、ね、どうなのっていう話ですよね。ということで、一応毎日、報告いただいてますので、これからも毎日、検証結果も万事徹底でね、検証して動画の方をシェアしていきたいと思います。まあ、ブックメーカーって、まあ、いろんなノウハウはあって、まあ、世の中にね、いろいろあるんで、ね、ハッタリの内容ない、勝てないやつもノウハウとして売られてますから、ノウハウよりか、勝つか、負けるかっていう話ですよね、多分、ブックメーカーに関しては。ブックメーカーというか投資に関してはノウハウというよりか勝つか負けるかっていう半か超かっていう話なんで、まあ、ノウハウというよりか勝つか負けるかですよね。それどうなのっていう話なんで、これからもちょっと本当に全勝ではなかったですけどね、いっぱいしましたけど、はい、これからも検証していきたいと思います。はい、次の結果報告ではですね、ぜひ負けていただきたいなと思います。いや、負けないと絵的にね、どうなのかなって僕は思うんですよ。毎回勝ってるとムカつきますよね。あ、こいつみたいな。まあいいや。まあまあまあいいでしょう。とりあえず、検証始めて10回ぐらいですかね。これ10回ぐらいかな。わかんないですけど。とりあえず、このまま検証していきたいと思います。では、お疲れ様でした。